あ、新マックですか。出たわ、アンティグリス。さあ、買ってしまった新マックですか。買ってしまった新マック、まだタグ付きでございます。これは試し張りは全然開けてもない。開けてもない。開けたっちゃ開けたけど、ソロホームステッドっていうやつ。なるほど、うん、ソロホームステッドの TC のこの色。みんなあっちの方が多いよね。サーカスみたいな。あー、はいはい、あれなんていうんだ、サンドカラーみたいなやつですね、うん、これはこのグリーン、アーミーグリーンっていうね、これ。なるほど、うん、チャーミーグリーンじゃないよ。おっと手をつなぎたくなるんですよ、ね、よしちゃったね。いや、今何だっっけと思ってなるよね。誰もわかんないですよ。え、貼るとこも取るの。取りましょう。え、マジで初めて貼るけ、わけわからんんだけど、まあ、そうでもないけど、ブランドシートも買ったんだよ、これ。フィールドはなるほど、ちょうどいいサイズの。よくちょうどいいサイズありましたね。見つけるのよ、私が。なるほど、必死こいて。なるほど、ワンティグリスはやっぱあれですよね、こうなんか男心をくすぐるようなやつが多いですよね。そうね、なんかね、デザインにしろ何にしろ、いいよね、うん、あ、そうか、なるほど。ホールはこれ全部これのやつですか。そうそうそう、それはこのポールはもういらなさそうだけど、なんかあるんですか。そうなのよ、それがじゃあちょっと味噌というか。味噌、そんなところに。あ、なるほど、わかった。居住スペースを広げに、そういうことですね。そうそうそう、これを四方に。ふんふん、これの A のはなぜ買ったかというと、これがついてるから。あー、煙突。煙突、なるほどついに手を出すわけですね。そうそう、ワンティクルスのシェルター持ってるんですけど、それって、持ってたね、はい、このポールがないんで、めちゃめちゃ張らないといけないですよ。確かにね、ロープで。これもめちゃめちゃ張らなきゃいけない。でもある程度形できますよね、それで。まあまあね。これいわゆるパップテントみたいな。パップペンでペン、あ、下が回ってない。パピプププププ頑張りましょう。頑張りましょう。パップテントの、はい、まあちょいあれかな、改良っちゃおかしいけど。なるほどなるほど。ちょっとロープ張る系。はい。締めちゃうけど。これ最初この入れる穴を間違うらしいみたいな。なんかそうですよね。そこに入れた方が良さそうな感じしますもんね。ね、でこれの左側の穴は間違いで、左側の穴に入れちゃうとファスナーが上がらなくなっちゃうということですよね。これでもあれじゃないですか、結構緑にして正解じゃないですか、なんとなくですけど。いや、そう思った。なんかサンドカラー選んじゃうと結構かぶりそうですもんね。この色はさすがにあんまりおらんような気がする。不思議なもんですよね、昔はこういう色の方が人気だったのにね。今 あれよね、サンドカラーよ、ね、の方が人気ですよね。こうカラビナは自分で後付けたの。なるほど。ああ、これでもカラビナはやっとくべきですね。そう、楽じゃん、撤収が。楽設営はいいんだけど、撤収めんどくそうになるよね、だんだんだん。ちなみにこれの自在も自分で。自在はね、ついちゃった。これ、あ、これがついてるんですか、うん、珍しいですよ。これ反射材でいないよ、これ。これは変える必要ないかなと思って。そうですね。待て、ベチャになった。まだ代謝がいいんだよ。
体調いいですね。暑がりの寒がり、そう究極よね。もつれた、人生のようにもうもつれちゃうじゃん。女性関係のように、いやいや、もう潔白よ。ロープはだから2、4、6で、前に2つ、横に2つ、後ろに2つみたいな感じですか。2、4、6本だね。だっけ6本ですよね。あ、でもいい感じじゃないですか。あ、いい感じだ。うん、張ればいい。これはね、もうあれですよ、これだけの動画にしますわ。どれ、せっかくサーさん買ったんだから。あ、これ、うん、これとあと、じゃあもう一品あるけ、もう一品、もう一品、何買ったんですか。え、あ、前言ってたやつ、何言ってたっつうか、あのインスタ載ってたやつ、うん、あ、持ってきたんですか。持ってきた。マジですか。そんな汗だくなのに。いやでもここまで暖かいと思わなかったっすわ。いや、もうちょっと寒、昨日寒かったじゃん。寒かった、寒かった。ちょっと張りが気に入らんけど、まあええか。うん、あとはあれじゃないですか、横を微調整するとか。これをね、うん、これちなみにインナーついてましたよね、さっき。インナー、インナー、インナー、インナーついてないか。インナーなし。なしか。だからインナーシートはついてるか。あ、一応その蚊帳みたいにはなってるんですね。そう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 。なんかちょっと映してみる。ぜひぜひ。このいいのはスカートが中に入ってるのがいいよね。スカートが中、これ。おお、あ、本当だ。こうできるじゃん。あ、なるほどね。この余ってるやつでもう一回くるっと巻けると。そうそうそう。まあまあ広いじゃない。思いますね。ね。これがちょっと。デッドゾーンだけど、うん、まあその角っこはいかんよね、あまり。だから角っこあれじゃないですか、もう荷物置き場ですよね、完璧に。だったらこんだけの広さを使える系、うん、これ寝そべっても全然いけそうっすけどね、コット置いて。コットがね、240、240だけこうも置けるし、あー、なるほど。そっか、こう、こっちでもいいし、こっちでもいいしってことか。そうそうそう。あ、で、裏側も同じようにメッシュにできると。そう、あっちもね。で、で、ここも開く。これ。おお。いいっすね。ね。だって風が吹いても、これが中におるけ、うん、風が吹き込んでくることはあんまりないはず。これまたあれじゃないですか、その、一応スカートもこの内側についてるってことで、うん、夏場でもいけそうっすけどね。いけると思うよ。ねえ、うん。ちゃんとそっちの後ろも開くし。そう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 。うん。後ろ開かなかったらちょっときついかもしれないですけど。ね。今からこれにレイアウトしていくっちゅう。なるほど。 あれが薪ストーブの穴ですね。そう、あの穴も最初から開いているんですか。開いてる。へえー、クリ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 。しかもそこがこうベリベリになってるからこう戻ってこなさそうですね。そうそうそう、うん、これこっちかかったらこう溶けるよね、これは。そうですよね。確かに。あ、でも大丈夫そう、これは。多分横から見ても全然上まで上がってますよね。ね、上がってる上がってる。そうそう。だけレイアウトによってこれを前に持ってってっていう人もおるよね。ああ、逆にね。逆にストーブを向こう持ってって。はい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 。あ、そっか。そっか、ストーブ入れるとなるとまたちょっとレイアウトが変わってきますよね。そうそうそう、当然。前に置くんか後ろに置くんか。そっか。これのレイアウトですか、次は。レイアウト。これにインナーを引くか引かないかっていう。このインナーもよう考えられちゃうけ。おお、それも TC ですか。これも TC。 へえ。まあでも薪ストーブとか使うんだったら TC のシートとかまだ安心かもしれない。 TC 敷いて、あの、あれ、スパッタシートですね。スパッタシートを敷いたら、うん、これがここにカチッてはめられるようになっちゃうね。ここ。なるほど、よう考えちゃうよ、これ。自分の手しか取ってなかった。あ、そうか。ここで、ここでパチッと止められるんですね。そうそうそう、パチッと止めて、あと針を調整すれば。なるほど。
感じ。お、いいですね。いいだろ。いいいいこれ。ね。ちょっと熱いけど全部開けちゃおうか。二人でいけるだろこれ。二人全然余裕ですね。ね、ストーブやら置かんかったのね。うん。ポットも二つ、二人だったら。そうですね。置いて。いけますね。うん、荷物置けるし。うん。前のフラップを上げようか。ん？フラップを立てようか。おお。これは120しかないよ、だからね。ああ、出入りがちょっとあれか。そうそう。低い位置で。なるほど。それ伸ばしてもダメなんですか、その棒を。違うやつに変えて。買った。わかりました。角度きつくすりゃ。これ120なんよ、ポールが。はい。160を買った。あ、ポールを買ったんですか。これは違うよ。これ今から持ってくるけど、ポール買ったっけ。なるほど。160だったら全然でしょ。うん。これはおねんねして。おねんね。ないないして。ないないして。あの見た人によると、あそこのポール。はいはいはい。あそこにかけてるでしょ。こう。あ、斜めにして。あ、伸ばして。これ160じゃけど180ぐらいのポール買ってきて。なるほど。だからその分スペースも広がるってことですよね。足長邪魔にならん。なるほど。これちなみに何ていうところのポール買ったんですか。これはなんだ。ゴーツレなんかよく分からんけど。なるほど。これがお目に留まったからゴツレを買ったんですね。ゴツレ。ゴツレ。ゴツレのやつ。ゴツレ。あ、しかもあれじゃないですか。地面にこうさせるタイプのポールですか。そう。いいだろ。あ、いいっすねこれ。こっちをあの中のこれ180で買ったんだけど、これを斜めにしちゃうと思って買ったんだけど、うん、今日はやらない。なるほど。めんどくさい病が出た。買ったのにやらない。めんどくさい病が。なるほど。発病。だって180だと。うん。おお、ん、それ180ですか。このぐらいな。ああ、120だとこれなんや。まあいらんちゃい、この高さでええちゃええんだけど。ただ出入りするのに低すぎるよねこれ。低いですね、確かに。この長さ違うのこれ。いやいや、それはやっぱ180やりたくなりますね。ね、うん。だけどみんなこれを160にしたりしよる。でもあれですね、ポールがそうやって何本かあったとしたら、夏場とかこっちは120でこっち160とかでやったら、またちょっと、ああ確かに、ね、日の傾きによっては ね、ええ感じにできるかもしれないですよ。だけこういう継ぎ足しのやつ買った方がいいかもしれない。これもうこれあれが入っちゃうけ。ああ、なるほど。できんけど。そっかそっか。めちゃめちゃポール持ってますね。そう、ポールマッカートニー。何でしたっけ、成田で逮捕でしたっけ。このぐらいか。あ、ね、高さ的に。ただね、やっぱね、魔女の一撃がね。ここね。そう。いや、俺怖いんですよ結構。だから俺のテントって今低いじゃないですか。だからそれが一番怖い。冬場の出入りの。確かにね。高いとこめちゃめちゃ高いんよね。あ、逆に高すぎるのか。やってみたらこのぐらいだけど、ね、これ。あ、まあ、ええちゃいいんだけど。まあ、出入りはしやすいですけどね。めちゃめちゃね。いいじゃん、こっちの方が。うん、なんかそんな感じはしますけどね。確かに窓に一撃はないね。まあ、こうやってみるんじゃん。うん、こう並べておくのが、まあ、渋いね。いいかもしれないです ね。だったらこの辺だったら夏まで引っ転げることもない。ね、まあ、これでいこうか。酔っ払っても安心。酔っ払っても安心。うん。あ、これだったら全然余裕じゃねえ。これ窓の一撃ないでしょ。ないね。これは勝手正解チェンジだよね。まあちょっとプラスいろんなもん足さねえけんけどね。やっぱ、ああ。一応元から120センチだったらついてるんですもんね、このポール。そう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 。ただちょっと低いよっていう。ええようにこれがついちゃうね。これ。まあ今日晴れちゃうけいらんだろうけどね。そうですね。落とす？落とさせていただきましょう。
1、2、3、4、5、こんぐらいか。ああ、それぐらいかもしれないですね。ちょっとこっち場緩めて。これ元々が出てから120センチなんですよね。160か、うん、うわ、ちょっと無理っぽい。厳しいですか。ちょっと長いね。あ、長い。170ぐらいかな。ちょっと長いねこれ。ああ、なるほど。組み方が難しい。一回緩めてからの方がいいんですかね。いろんなもん緩めんとダメだねこれ。こういうガイロプランも全部緩めんとダメかもしれない。なんかいけそうな気がする。レッツチャレンジ。とりあえず片方だけやってみようか。でもなんかさっきの感じだと入りそうですけどね。なんか入りそうな気がするんだろう、うん、よっ。おお、一応いけましたね。いけたね。あ、いけるじゃん。コツさえつかめばいけるかもしれない。うん、これだったら広いよね。だいぶね。あ、であっちを今度は打てばいいのか。そうそうそう。あ、だいぶ位置が、あ、ちょっと長いねやっぱり。うん、若干長いんですか ね。こいつカットできるけ、この分だけ短くすればいいんだよ。そうですね、まあ3、4センチぐらい、うん、ね、5センチぐらいにやった方が、うん、ええー、ね、うん、あの設定もしやすいかもしれない。楽になるでしょう、ね、ちょっと長いね。うん、これ普通にパイプカッターかなんかで切ればいいですもんね。そう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 。で、安い掛けかなんかしてね。これ多分下の中が広くなるよね、これ。ああ、それは広いよ。こっちがなし。あ、ほんますね。こっちあり。こっちがなしで、こっちがあり。もともとのポールだって。まあ今全部緩めちゃうけ、たるんたるんじゃけど。あ、でも広いな、こうなったら。ね。もう4センチ、あ、5センチ切ろうか。そうですね。設営の手軽さ考えたら、ね、そこまでテンションかかってない方がいいですもんね、多分。じゃないとテントの端っこ弱いよね、絶対。もともとそういう補強がされてるわけではないですもんね。そうそう。で、今度はこれをバラすのも大変よね。力任せで入れたっけ。ああ、そうですね、うん、だからここがもともと本来は何も入ってないんですよね。そうそうそう。だけどここに今ポールがあるから、あ、ピシッと張れるね、そこはね。そうですね、なんかピシッと感がすごい。そう、あの、もう切ってやればこの端っこにちょうど来るけ。そしたらここがちょうど地面にね、ピタッとピタッときて、ここの端っこもピタッと地面に来るけ。なるほど。気持ちはいい。そういうことは175センチぐらいかね。ぐらいがいいのか。そんな中途半端なポールないけどね。ないですよね、自分で作るしかないですよ。どうぞ。でもそしたらすげえ快適ですよ、うん、またカットになるじゃん。私大好きなカットでございます。でそれができたら、この前にポールあるでしょ、うん、横にも刺さってて、後ろにも刺さってるから、そうそうそう、6箇所のこの綺麗な感じで貼れますよね、うん、そうそうそう。いいっすね、でもなんか、ね、基地っぽい感じですよこれ。これはね、うん、これは人気があるのもなんかわかる。わかるね、これみんなよう上がっちゃうけどね。これがだからその TC とポリエステル版があるけど、これは TC 版でしたね。そうそうそう、 TC のアーミーグリーン。で、これは一応そのグランドシートはフィールドアのものだったでしょ。これは純正。純正。この下に引いてる、これがフィールドア。あ、なるほど。だからこのグランドシートはなしでも使えるは使えるんですよね。なしでも使える。なるほど。まあない方が案外いいかもしれないね。もうここをコット引くとこだけなんか引いて。そうですね。で、どうせコットの上で寝るんだったら、ね、地面は別に関係ないですもんね。そうそうそう。で、あの、外に靴脱がなきゃいけないじゃん、こうやったら。ああ、そうです ね。そっかそっか。中で出入りが普通にできると。そうそう。12月27とかもこれですかね。まあこれじゃろうね。でしょうね、うん、もうこれじゃね。わざわざサーカスは立てんと思う。そっかそっか、この形になるのか。そうそう。だから確かにそんなに難しくないですね、畳むのも、うん、ここに合わせて。
これで入るはずなんだが、この幅、こっちか、うん、うん、入りそうですね。こんな感じか。なるほど。あとはポールとかをこの中にしまっていけば、うん、あとはそのくるくる巻くときに一緒に巻いちゃってもいいし、まあね、ですね。まあね、